タンクレーディは、シチリア王国のウルマン朝の第四代国王。初代国王ルッチェーロ2世の長男、ブリアャコウ、ルッチェーロ3世の諸子。1189年、第三代国王であった重帝、グリエルモ2世が死死なくして病死すると、その後継候補として、おばで、ルッチェーロ2世の娘コスタンツァとその向こう神聖ローマ、皇帝範囲に広く聖が挙げられたが、 シチリア王国の国民は外国の皇帝に支配されることを嫌い、ローマ教皇も教皇領がハインリヒロクセイの領土に挟まれることを嫌い、諸子であったために後継候補から外されていたレチェハク・タンクレーディを後継者として推し、タンクレーディは第四代の国王として即位することとなった。しかし、諸子であるタンクレーディの即位には不満を持つ貴族も少なくなく、うちからは 彼の即位に反対する貴族の反乱、外からは神聖ローマ皇帝、ハインリヒロクセイの信仰を受けるという苦難の知性を送ることになる。これに対してタンクレーディは神聖ローマ帝国軍を撃退し、さらに長子のルチエーロに、東ローマ皇帝イサキオス2世イアンゲロスの王女、イレーネ・アンゲリナを迎え、東ローマ帝国と同盟して対抗しようとしたが、年に、 ルッジェーロは亡くなり、直後にタンクレーディも病死してしまった。王位は、次男のグリエルも3世が継いだが、幼少であったために統率が取れず、進行してきた、ハインリヒ六世によってパレルモは陥落した。シチリア王国は、ノルマン朝から、ホーエンシュタウフェン朝に変わるが、その血統は、コスタンツァからフリードリヒ二世に受け継がれる。アチェッラフハクリッカルドの姉妹、 シビラと結婚した。ありがとうございます。